美しい水で育った鮎が名産の岐阜長良川。今月1日訪れてみると、そこでは何やら魚を捕まえる人の姿が。ただよく見てみると、鮎ではなくニジマスです。こういう形で終わったっていうのは正直言って残念ですよね。わずか1ヶ月足らずで閉鎖に追い込まれたという観光スポット。一体何があったのでしょうか。ここは先月1日、気軽にニジマスが釣れるスポットとしてオープン。毎年5月から10月まで鵜飼が行われ、多くの船でにぎわう場所。鵜飼が開催されない冬の時期の新たな観光の目玉にしようと、鵜飼観覧船乗り場の水辺を網や石などで仕切って開設されました。いきなり釣れましたからいいですね、ここはね。ここで皆さんに釣っていただいて楽しんでいただくという冬場の観光スポットとしていいんじゃないですか。オープン初日には古田知事や柴橋市長らも集まり、大きな期待が寄せられていました。しかし、想定外の雨ということと、あと急激にちょっと増水したということで水が溢れてダメージも大きかったんで。先月19日に降った雨の影響で川が増水、釣り堀の網が壊れ、囲いを水が越えてニジマスおよそ3000匹が流出したのです。2月は暖冬や前線の影響で雨や雪の日が多く、流出が起きた19日は1時間で降った雨の量が2月の最大を記録していました。釣りが観光になるなんて、夢のようで、せっかくこのような場があるんであれば、釣りの業界が地域貢献できるのであれば、これはもう私としてもやりたかったし。今月末まで営業する予定がわずか19日で閉鎖。予想外の事態に町の人たちは。なくなったこと自体はね、残念ですよね。せっかくやで川を利用して、観光客を呼び込みは、それはその方が一番いいけども、それは寂しいよな。長良川漁協は昨日臨時の理事会を開き、来年度以降も営業しないことを決定しました。